朝なんですけども、整理をしまして帰ってきてから、こことここにいろいろ自分は父さんの写真などを貼ってたんですけど、一旦全部整理、今からいろいろと貼っていこうと思います。ここに貼るのと、ここに貼るのと、下に貼る。イーロン・マスクさん、他人が大切にしている価値観を考え形を、それを形にしてあげれば人は他にもある。イーロン・マスクさんはすごいですね。テスラとか宇宙旅行もそうだけど、単にしてことを、なし感にしてことを壊す、どこを、あ、これは必ず取られる。玄関、岸さん、野口さんは昔からお父さん、お母さんが、お前はきっと入学者になれるとずっと言ってた。星野さん、星野にさんと会いたくない人とは、行きたくないとか言って、会いたくない仕事した。人生に奇物なし、ゲーテ、バルナールは花桜、鉄の人と一緒の使命、人生何かを突き抜け上げるとそれなら、親子を伝える人と同じ。で、安藤さん、話を解決するのは、今日は勇気を持って進んでいくだった。これすべて夢を叶えるや人生といった夢を我慢していかなくていいかな。さあ、かもとれば、さすがです。世の中の人は何と夢が言え、我が成すことは我の見さし。これも、お見せしたか、新たな証明を始め、見合する浮世の月にかかる。竹内さん。そう、この人すごいです。上野哲也さん、技巧は抜きにして真っ裸でいけ、自分から吹き散らない時に使う人間が進歩しない、弱気なんか変わらずいつも捨てみて、具体的に取り込めないことには手を出さない。はい、ということで新しくしました。あ、これは自分が以前やっていた宇宙の旅を売りますっていう、7年ぐらい前なんですかね。エベレスト全部終わったらもう一度復活、そのために宇宙系はここにまとめてあります。で、これもうここはもうすごいですね。イーロン・マスクでさんですら歯を化粧してリーダー最後の演技をしなければならない。ジェフ・メゾスさんも毎朝おすすめ抱いて目覚めよう。ジェフ・メゾスさんですらですかね。これ、あとソンさん、引き算は攻めより10倍難しい、10倍に1倍、みんなすごいです。